ニュージーンズは最近、韓国の人気コメディアン、司会者であるユ・ジェソクのリアリティ番組、ユ・クイズ・オン・ザ・ブロックに出演して、シングル、ハイプボーイと、アテンションを披露し、グループの成り立ちについても語りました。メンバーたちはニュージーンズに加入することになった経緯を順番に説明しました。ミンジは学生にもかかわらず、すごい人気だったためスカウトされたそうで、ほとんどのエージェントから名刺をもらったとのことでした。ハニはグローバルオーディションで加入しました。オーディションではウクレレを演奏し、イギリスのシンガーで YouTuber でもあるドディの宇宙ビーソーカインドをカバーしたそうです。ユ・ジェソクに演奏できると聞かれると、ウクレレを借りてみんなの前で歌ってくれました。演奏が終わるとメンバーたちは拍手して素敵と言っていて、ハニの素晴らしい歌声と演奏に感動している様子でした。ヘインはデビュー前は有名な子役モデルでした。ダニエルは幼い頃に韓国のテレビ番組レインボーキンダーガーテンに出演していたそうです。それを知ったユ・ジェソクは驚いた様子でした。ダニエルの幼少期の写真が出されると、ユ・ジェソクやメンバーがとても可愛いと言っていました。また彼女たちは歌手を目指した理由についても語ってくれました。ヘリンは自分の本当の感情を音楽で表現したいと語りました。ハニはボーイズバンドの大ファンだった母の影響で夢を持ったとのことでした。オーストラリアで育ったハニさんのお母さんは、伝説グループバックストリートボーイズを聞いて娘に歌手になりたいという思いを抱かせたのだそうです。そしてハニのオーストラリア英語の発音の良さにみんな惚れ惚れしていました。さらにオーストラリア育ちのダニエルにもバックストリートボーイズという名前を言ってもらう場面もありました。